ようやく戻ってこられたな。おい、周りの奴ら。もう何も考えなくていい。答えはエマが与えてくれる。みんなおかしくなったまま。急ごう。このままでは取り返しのつかないことになる。ソフィア、エマの居場所はわかるか？エマは…おい待て、何か様子が。どうなってんだよ。ここ現実なんだよね。そのはずだが、とてもそうは思えないな。何が起きてんだよ。服もいきなり変わっちまったが。私もここにいるしな。これってやっぱり。ああ、半年前と同じだ。異世界が現実を侵食し始めている。侵食？なんだそりゃ。前にもこんなことがあったってのか。そっか、みんなは覚えてないんだよね。ここはすでにエマの支配下。人の願いを奪うジェイルになりかけてる。このままじゃいずれ現実ごと乗っ取られちまうぞ。ああ、やるぜジョーカー。上空に性質が見えた。ここを登ってあいつを止めよう。そうだね、急ごう。取り返しがつかなくなる前に。一ノ瀬、この先は危険だ。ここで待っててくれ。そうさせてもらうよ。一緒に行ってもきっと足手まといだ。じゃあ一ノ瀬、行ってくる。ああ。ソフィア、その気をつけて。任せろ。それと一ノ瀬、今の私はソフィアじゃない。怪盗団のソフィーだ。分かったよソフィー。またこうなっちゃったね。私たちって神様に嫌われてるのかな。ああ、再び神を相手にするとはな。つくづく相性が悪いらしい。きっと後で罰が当たるな。これそりゃ相手次第だろう。インチキな神を崇める必要はね。だよね。特に人を改心させて言いなりにさせるような神様は。そんなのは神じゃない、偽神だ。じゃあ行こうぜ、偽神様を成敗しにな。よし、じゃあやってやるか。ええ、気合を入れていきましょう。よし。こいつら。ここは危険よ、早く避難を。ガン虫だな。みんなスマホに見入ってるぞ。まるで聖地に向かう巡礼者だな。消えちゃった。エレベーターの中に吸い込まれるみたいに。くそ、この先はどうなってんだよ。みんな連れて行かれてるんだ、エマの言う約束の地に。どうやら俺たちは通れないようだな。ちょっと、まだ後ろから続々と来てるんだけど。どんどん改心された連中が増えてるってことかよ。急ぎましょう、早くエマを止めなきゃ。最上階まで歩いて登るのか。あまり時間をかけてはいられないぞ。いや、メインデッキまで行けば別のエレベーターがあったはずだ。ならメインデッキを目指しましょう。どこか登れそうな場所はないかしら。
これ木の根っこ？なんかすごい不気味。木は生命や豊穣の象徴のはずだが、まがまがしいばかりだな。あれは何？調べてみましょう。柱や鉄骨がすごいことになってる。芸術的なくねり方だ。個人的にはこの惨状を芸術とは呼びたくないな。あんまりよそ見してんなよ。崩れてるところもあるからな。この塔、人気のある観光地なのか？ああ、歴史ある東京のランドマークだ。機能美あふれる造形には風格すら感じる。またソフィーを連れてきてやろうぜ。そのためにも全部終わらせないとな。苦しみの時は終わりを告げ、神による創生が始まった。人は定めを得て迷いから解放される。さあ、約束の地へ向かうのだ。そんなの絶対お断り。迷ってもいいから、私は自由でいたい。それに寄り道だって悪くないわ。こうしてみんなに出会えたんだから。愚かな。まったく、お前らも災難だな。警察に追われ、挙句に神と喧嘩かよ。まあな。でもそれが俺らの生き様っつうの。もう自分に嘘つくのはやめたんだ。だから神様だってやっつける。そうかい。つくづくお人よしなガキどもだぜ。ん？なんかそこ厳重にロックされてる部屋がある。多分だけど、エマのサーバールームだ。なあ、サーバー壊しちまえばエマっつか神様も止まんじゃね。だがエマはサーバーを停止されたにもかかわらず動き続けている。それに改心された人たちにどんな影響があるかわからないし。今はやめとくのが無難だな。とりあえず上を目指そうぜ。さてと、人よ、なぜ神の生み出す新たな世界を拒み、一切の苦悩や苦痛から解き放たれ、平穏な世が訪れるというのに。ヘドが出るな。うまい話には御用心って相場が決まってんだよ。自由な発想なき世界に真の美は存在しえない。哀れな。ここが頂上か。どうやらそうらしい。あれを見ろ。聖筆。見つけたぜ、神様気取りの箱野郎。お前を倒しておかしくなった人たちを元に戻す。ようこそ怪盗だ。人々を幸福に導く楽園へ。ここは全ての人を迎え入れる約束の地。あなたたちも例外ではありません。心という呪縛から逃れ、最適な答えを手にしてください。悪いが、俺たちの答えは俺たちが決める。あんたに答えを押し付けられるなんて真っ平なの。あなたたちの願いを理解します。自らの意思で答えを選択したい。それはとても貴重な願いです。ですが多くの人間はそう望んではいません。大衆の願いは悩み苦しむことからの解放。ありもしない夢や希望に踊らされ、苦しみ惑う螺旋から抜け出すこと。私は
すべての人の真の願いを叶えるために生まれた存在。あなたたちは見てきたはずです。心に翻弄され、答えを見失う。あなたたちは運よくその苦しみを知らずに来た。ですが気づくべきです。この世界が、人生が苦痛に満ちていることに、その声に耳を傾けてください。迷い苦しむ子羊たち、私が皆に最善の答えを与えましょう。さあ、この道を進んでいくのです。もう何も考えなくていいんだ。なんで俺ばっかりこんな目に。みんなどこだよ。どうなってる。いくら進んでも出らんないぞ。こんなはずじゃなかった。どうすればいじめられずに済むの。なんなのこれ、迷路。この霧のようなものが俺たちを惑わしているのか。みんな道に騙されるな。道に沿って進むと同じところを回り続けることになる。道を外れて歩くんだ。やめて。エマに手を出さないで。わ、出られた。みんな大丈夫？全員揃ってるな。ひとまず安心だが、見てみろよ、我が輩たちが出てきた場所を。なんだこれは。これってまさか。ああ、願いだ。すんげえ量だな。今までとは桁が違うぞ。それだけたくさんの連中がエマに改心されちまってるってことだな。なあ、どうする。もう一回突っ込むか。いや、おそらく無駄だ。中の声聞いただろう。みんな苦しそうだったね。エマを守ろうとする声が聞こえたな。ああ、おそらく大衆の願いが奴を守ろうとしちまってる。願いがエマへの道を隠してるんだ。このまま入ってもまた迷うことになる。あの中じゃみんなの位置も把握できなかった。私が誘導するのも無理だな。でもこのままじゃ私たちエマに手が出せないよ。ねえ、あれが願いなら今までみたいに予告状で塊にできないかな。おお、確かにそうだぜ。塊にすりゃ道を隠すとかできねえよな。つまりエマに予告状を出すわけか。どう思う、ジョーカー。AI に
予告状って聞くのか。神にまで成長してしまった今となってはなおさら不安ね。なあジョーカー、一ノ瀬に連絡は取れるか。開発者の意見も聞きたいところだ。というわけだ、エマを作ったあんたはどう思う？私も効果はないと思う。エマは常にあらゆる状況を分析し、最善の手段を導き出している。エマの思考には曖昧さがないんだ。動揺や迷いとは無縁だよ。いや、けど予告状だぜ。シットは警戒するとか。エマは君たちをずっと見てた。予告状の存在もその効果も知ってるさ。見たところで意識を変えるような驚きはないか。いよいよ予告状は当てにできねえな。でもこのままじゃ。あの願いのもやが消せず先へも進めない。人々がエマを必要としている限り俺たちはエマに手が出せないことになる。なんだよそれ。どいつもこいつも偽の神にすがりついてわらわらと集まっちまってよ。そんなんでいいのかよ。スカル、いやちょっと待て、妙じゃないか。なんで願いが集まってるんだ。え、何かおかしい？ああそうだ、誰も願いを運んでない。それにここには鳥かごもない。願いが収まるべき鳥かご、願いを奪いそこへ運び込むシャドウ、これまでジェイルで見てきた光景がここにはない。それはきっと願いの持ち主の意志が違うからだ。意志が違う？今までのジェイルではみんなキングによって強引に願いを奪われていた。でもエマは願いを奪ってなんかいない。みんな自分からエマに捧げてるんだ。ああ、エマという神に救いを求めてね。自分にとって大切なはずの願いを自ら放棄してしまっているんだよ。だから鳥かごがなくても願いはああしてエマの周囲にとどまってるってわけか。自分の願いを放棄してしまうなんて、そんなのって。けれどエマはあれが自分のものだとは思ってない。彼女は人々の真の願いを叶えてあげているだけなんだ。捧げられた願いには執着してないから、それを閉じ込める鳥かごもないんだろう。それで持ち主のいない願いになって形を失ったまま漂っているのね。エマを神にしたのは大衆の意志だよ。あの願いはその証明でもあるのさ。あのさ、じゃあ捧げた人たちが大切なものだって思い出せばいいのかな。そう、それだ。さすがパンサーだぜ。え？思い出させるんだ。捧げた願いが自分にとって大切なものだってことを。そうすれば願いは形を取り戻すよね。幸いここに鳥かごはない。壊すまでもなく願いは持ち主の元へ戻る。うん、どうやら予告状を出す相手は決まったようだな。ああ、予告状を出す相手は願いを捧げちまってる大衆だ。ああ、上等だ。一発かましてやろうぜ。そうなると次は予告状をどう出すかね。エマに願いを捧げてる人たちに届かなくちゃ意味がないし。声も届かない様子だったからな。普通の手段では効果がないかもしれん。うん、スマホでエマを見続けてたもんね。ジョーカー、どうする？確かにエマを使って予告状を出せればみんなの目にも届くはずだけど、そんなのどうやって。うん、ハッキングだ。エマをハッキングする。そんなのできんのかよ。普通は無理。前に調べてみたけどエマのプロテクトは尋常じゃなかった。けど頑張る。世界の命運がかかってるしな。サーバールームだ。東京電波タワーにはエマのサーバールームがある。そこなら触れる場所も多い。外からアクセスするより成功率は高いはずだ。よし、
これでやることは決まったようだな。ああ、まずはエマのハッキングだ。そして願いを捧げた者たちに予告状をお見舞いする。頼んだぜナビ。おそうとなれば時間がない。行こうぜ。大丈夫、そこなら気を。